はい、どうもこんにちは、バシーとミクです。はい、さあ今日もですね、初音ミク公式ブログの方に遊びに来てます。さあ今日からですね、東京150周年祭ですね、やってましたね。はい。まだ僕は見に行ってないんですけど、明日見に行く予定なんですけども、ミクちゃんが東京の150周年を記念して、まあ東京のね、いろんな出来事だとかね、歴史だとか振り返る、まあそういったイベントがあったそうなんですけども、あるそうなんですけども、はい。僕もね、ちょっと楽しみにしてるんですが、はい、ビジュアルがこんな感じに、生島さんが担当されたもので、なかなかいい感じですよね。で、それのグッズが公開されましたね。限定グッズについてということで、販売グッズ一覧こんな感じになってます。T シャツ、日本手ぬぐい、タペストリー、クリアファイル、アクリルスタンド、SD アクリルスタンド、缶バッジに SD 缶バッジというような感じになってます。はい。ですね、このまず生島さんのイラストがすごく良くて、タペストリークリアファイル、アクリルスタンド、この辺はなんか手に入れたいですよね、やっぱり。お金がかかる。はい。で、なんかクリアファイルも普通よりちょっと高いんだよね。クリアファイルって基本的にはまあ大体300円ぐらいだと思うんですけど、プラス200円ぐらい。タペストリーもまあ大体3000円ぐらいに対して、3000円ぐらいで手に入るに対して、プラス1000円ぐらい。アクリルスタンドもちょっと高めですよね。うん。なんですけど、これはぜひとも手に入れたいな。今僕が欲しいなと思ってるものを、軽く計算してみると、タペストリー1つ、クリアファイルを1つ、そしてアクリルスタンド、まあこれのやつですよね、生島さんが描かれたやつ。SD のやつも欲しいなと思うんですけど、まあちょっと似てるということで、まあこちらだけにしてみると価格は7000円ですね。高いな。はい。で、販売日時が、10月26日の、17時から21時。あ、時間帯が決まってるんだね。で、10月27日の9時から9時。はい。で、10月28日の朝9時から夜9時までというような感じになってます。今日は5時から21時までだったみたいですね。なるほど。夕方に販売したと。まあ、夕方からですね、ミクさんが、まあ、こういった衣装を着てですね、プロジェクションマッピングショーというふうなやったみたいなんですけども、あー、なるほどね。確かに昭和な感じがちょいちょい混じってますね。はい。どんな曲でどの衣装を着るのか今からとても楽しみですね。ぜひ現地でお楽しみくださいというような感じになってますね。なるほど。ミクさん14種類の衣装で登場。すごい。で、39曲の楽曲が披露。おー、18分の中で39曲。へー、なるほどね。面白いですね。で、場所が、ここでやってるみたいですね。なんて言ったか忘れちゃった。はい。で、入場料が一般300円、65歳以上が150円というような感じになってます。はい。で、リハーサルの写真がこんな感じみたいですね。すごいなぁ。これ、池に映してるみたいなんですけども、これすごいですよね。すごい面白そう。ミクファンだったらぜひとも行きたい感じですね。はい。で、まあ、こちらの方がやってるみたいなんですが、行ってきたらそうですね、ちょっと軽く感想をまとめてみたいなと思ってます。はい。では次、見ていきましょう。じゃん。タイトルプライズより初音ミク、ドールクリスタルフィギュアがオリジナル衣装で登場ということで、また新しい種類が出てきましたね。はい。タイトルのプライズで、僕の、これ間違いじゃなければ、プリキュアだとか、あとは、ディズニーのキャラとかがこんな感じのもので出てますよね。はい。まぁ、あ、ちょっと、可愛いなと思って見てたんですけども、まさかミクさんで出るとはっていう風な感じですよね。うん。こちらの方で次第、レビューしていきたいなと思います。で、全長約15センチ。あ、結構でかいんだね。はい、こちら、タイトーさんの、公式ページの方に遊びに来てるんですけども、初音ミクドールクリスタルフィギュア10月25日より順次出荷予定って書いてありますので、もう昨日から発売されてたみたいですね。なるほど。じゃあもうあるところにあるみたいですね。じゃあ手に入れたらレビューしたいなと思います。はい、そして最後、スノーミクですね。今年のスノーミク、なんとメインビジュアルがケイさんということで、素晴らしいイラストが届いてますね。やばいこれ。はい、さすがケイさんだわ。ほんとすごいイラスト描きますよね。やっぱミクさんと言ったらケイさんだと思うんですけども、本当ケイさんが描いたミクス、いろんな衣装のミクさんですよね。もうどれも、素敵すぎるの言葉しか出てきませんよね。言葉が出ないんですよね、それ以上に。はい。まあこんな感じのイラストが出てまして、スノーミクライブの2019が開催決定だそうです。おめでとうございます。コンサートホールでやるみたいですね。なるほどね。スノーミク今年は行きたいな。で、プロモーション動画が公開されてるみたいですね。なるほど、後で聞いてみよう。今回はテーマソングのタイトルは愛だそうですね。なるほどね。デコさんが作曲したと。なるほどね。はいはい。わかりました。じゃあ後で聞いてみようかなと思います。
今回はとりあえずこれだけなんですけども、この今紹介したこの3つのものですね。はい。いずれも URL の方は貼っときますので、動画の説明欄に貼っときますので、ぜひチェックしてみてください。何にせよ、この東京150周年祭、これがすごく気になりますよね。グッズ手に入ればいいんだけどなぁ。まあいいや。はい。というわけで紹介したのばしーと、ミクでした。はい、またねー。またねー。パシーからお願いがあります。はい、チャンネル登録と動画の評価をお願いします。ツイッターもやってますので、ぜひフォローお願いします。それではバッシーとミクチャンネルをお願いします。